ばんは。こんばんは。連携きた？今日はテロップ書きました。ようやくジャロスケが言うことを聞いてくれた。どうも。はい、どうも。携帯カバー？うん、ピンクキラキラ。台風やだ、マジでやだ。こんばんは。不安要素ね、台風。それな、それな。台風来んのかな。そう、嵐を張り立て変えられるだからね。え、きっと大丈夫。今日もカープ勝ったね。あとさ、青山選手と佐々木選手と浅野選手とか日本代表ね、サンフレッチェの選手もで嬉しい。星ありがとうございます。今日のリップピンクにした。今日ピンク、これこれです。お休みって早いわ。ミーニャフォースの漏らしで何言ったの？やばいじゃん。なんて言ってた？タワー、そう。ノブさん、ノブさん、ありがとうございます。ノブさん、ノブさん、毎日ありがとうございます。そう、今日はね、なんか。何言ってたの？ミリニャポーズのこと。アニャの配信聞きながら寝ないで。ありがとうございます。 C さん好き、嬉しい。今日はしっとりやね。何が？あー、カエリン17歳、おめでとう。お誕生日おめでとう。17歳まだ若いね。眠いの？エミカンさん、チーク、そう今日チーク塗ってる。よくわかるね、みんな。今日も好きよってケロちゃん、おめでとうってみんな。何、若いねって、面白い。17歳ね、若い。なんかさ、あのさ、なんか料理、今日ね一人でなんか料理したの。なんか帰ってきて、スーパーそのまま帰りにお仕事帰りスーパー寄って帰ってきて、でなんか料理したんだけど、なんかね料理してるとね、すごいなんかマジで無で作れるの、料理って。そうだから、なんかすごい、なんかね、すごい、なんか今日は料理を、だからなんかすごい無心で料理作ってた。
めっちゃうん、そう、なんかでもね、何にも考えない、うん、全然ツイートとか何にもしない、すごい集中して一人で料理作ってた。そう、あ、セノアさんか、今日はなんか鮭のムニエルじゃないけどそれに近いやつをなんか作ってました。あっと驚く話持ってない。うん、前髪もう放置。そう、なんかまあいいように言えばムニエルって感じ。全然眠くないよ、元気ですよ。タルタルソースは作ってない。タルタルソースあんま食べれないんですよね。そう、鮭ときのことか玉ねぎとか入れました。千穂ちゃん今日で500日、すごいね。すごい。バターとか塩コショウとちょっと醤油を入れた。マヨネーズあんまり得意じゃないんですよね。人参は入れてないですね。私ね、お魚の皮食べれない。後ろのパンダジャロスケです。顔が痩せたように見える。いや、そんなことないよ全然。なんでショールームってなんか痩せて見えるのかな。なんか別にそんな大してね、何も変わってないと思う。毎日見れて幸せって。ほんと皮食べられないんだよね。なんかプルプルしてるからね、なんか食べれない。皮に栄養あんの？そうなの？そうなの？美肌モード使ってない、そういえば。しんしんさん、くまさんありがとうございます。別に昨日も疲れてないよ。今日もちょっと早めに終わらせていただきます、ごめんなさい。ジャロスケさんへ。イコラブーのね、もう一回やりたい。糸コンさん、花ありがとうございます。了解。ちゃんやま、けんけん追加点したの、ありがとう。たけしさんありがとう。くまさんね、明日は定期公演です。来てくれる方いますか。優しいね、ファンの方は。お、行くって言うんや。清水さん、はーいって。外れたーって。来てくれる方、お願いします。よろしくお願いします。本当、キヨピー。早く追加しちゃったよって、ありがとう。あー、磯彦初めて。初なの？定期まだに当たらないって。ケロちゃん、コンティヌさんありがとうございます。定期です。明日配信はないですね。明日は少しで一周年。明日夢の国行くの？いいな。キヨピーさん、野口よりさんって書いてあるけど。あ、落ちちゃったね。明日で8月も終わっちゃいますね。
ね、花言ってたね、いいね。リトマルルさん、こんばんは。こんばんは。コラブの夏はまだまだこれからね。音玉もあるしね。そうだ、3ヶ月後だ。ああ、3ヶ月後には21歳になっちゃう。ちょうど3ヶ月後だ。やばいね。ケロちゃん、音玉ありがとう。こっちは空いてますよ夏休み最終日か。そうだよね。21歳になっちゃいますね。今日もこんなピンクの洋服でお仕事行きましたけどねね、来週1周年、1周年と音玉大キウイになってるし、148センチ、148.6センチだよちょっと寝た？寝てないよ今日は。21歳なんか若いわってケア短縮で終わったかな。でも、もう学校始まってるよね。竹内さん、ゆかりありがとうございます。ギフト秋山さん、広島もありがとう。あ、プロフィール変更になってます、身長全然眠くないんだよみんな眠くないから本当に。磯ひか叫んでね。しほりちゃんも明日から学校って。カンタが入るの首元のヨレヨレがいい感じ。え、これ本当にいい唾液カサカサ。え、本当に眠くないから。眠くない、全然寝てるから大丈夫だよ。みんなが眠いんでしょ関西イベントたくさん行くよってありがとう。全然なんかの T シャツな、ワンピース。これ喋り方眠そう。うん、マジで眠くない、マジで眠くない。バレたかって、みやさんいや、イコアラブのフリ動画では来てないかな。最近これまだ2回目とか3回目、着るの2回目ぐらいかな。あんま着てない、2、3回目。もうたくさん寝ても大きくなんない850キロ芝やん。広島来てくれるの嬉しい。青菜炒めさん、炒めさん久々。山広さんもカップリング楽しみにしててください。2000人超えた、ありがとう。最近はいろいろ1周年も練習あります。またあと何日、あと1週間か。ジャロスキ洗ってないよね、NMB さん、アーポンさん、広島 B2 さんですよね。ヤマップ浸透させんとムニタロ、ムニタルさん、身長伸びるストレッチはしてないけど、ストレッチ最近するようになったんだよね。なんでだろう、前髪今日巻いてなかったんですよ。そしたらなんか今日しかもほぼすっぴんで行ったんですよ。そしたらなんかカメラ入ってなんかドキュメンタリー、まあ、いつもいるんですけど今日いないって思ったんですけど、だから前髪もなんか巻かずに行っちゃって、でメイクもしてなかったんですけど、でもなんかインタビューするみたいに言われて、で急いでメイクして、でもうで前髪もめっちゃこんな感じでインタビュー受けて、でもなんか
もうなんか結構オフな感じで受けて、でもスタッフさんとその、あのスタッフさんとマジ2時間ぐらい、しゃべってて雑談っていうかいろんなお仕事の話してて、そうだから結局使えるとこもうなんか使えるような内容じゃない話ばっかしてた今日は。そう、うん、なんか語ってたスタッフさんと。マルキンさん広島行く予定ありがとうございます。田中美樹さん4時間以上配信してたの今日、すごい。シンシンさんお花ありがとうございます。使えない話、いやでも別になんか今日はなんかそういう風にあんとお話しに来てくれたわからんけどお話なんか教え、いろんなこと教えてくださった、ためになった。エピソード次何でしたっけ、エピソード8ぐらいだよね。いや得点にはなんないと思う、別にもうそれ間に合わなくない。ミクリーさんのが大きいと思う。217日が過ぎたの大輝ねぼすけさん完全密着、アンなんかに完全密着しても何も面白くないですよ。アン語彙力ないからマジでドキュメンタリーのなんかやつ向いてないと思うから私本当に。うん、ミクリンさん150超えてるってアンナ超えてないからな、そんなに身長低いって自分で思わなかった。顔で語る女ってどんな女いや本当に語彙力がないからな、なんか伝えたいことがなんかうまく伝えられないんですよね。伝えるのがすごく自分は下手くそだからだからうん。言葉を踊って表す作戦、どんな作戦なの眠くなる？クレイさん今までのドキュメントなんかなんて言うんだろう、あんまり言葉に表すの得意じゃないから、なんか伝えたくてもうまく伝わらないから、なんかアンはあれなんですよね、なんかみたいな連れて行っちゃうから、なんかバカ言っちゃうからダメなんです。うん、でもメンバーのドキュメンタリー見ててお話しするの上手だなって、そういうのちゃんと自分の気持ちを言葉にするの上手だなってすごく思うから、なんかの言い合いしよう、うん、サーベルポーさんとはなんかいつも人とはやんないことやってる、他の人とよいしょ、背中で語るしか、うん、背中で語れるぐらいちょっとねちゃんと私が頑張んなきゃね。語彙力ねつけなきゃね。NGT さんの MV 見ました。あずみだるまありがとう、本当に背中で語れるぐらい大きな背中になれるように自分がまずしっかりしなきゃね。読書ね、一旦ねこの前読書したんだけどね、笑ってりゃ人生なんとかなる
そうだね、笑顔は大事だね。ショートホープさん、てつさん、アイスありがとうございます。何読んだのって最近アンが読んだのはリーダー論と HKT さんの腐ったら負けと逆転力、この3つと吉田あかりさんの女子力の本。マジポンさん面白いからな、アンジュのいじられ担当だからな。え、今村マリアさんに身長越されたの私、マジでタルルートさんこんばんは。まあ最近じゃないかもね。アンにとって一番最近読んだのがこれなんです。 148.8cm、 0.2 cm 負けたじゃないですか。でもアンももうちょっと打ってやれば 0.2 cm ぐらい伸びるかもしれない。てつさんいいね、ありがとうございます。緑風さやかさんありがとう、こんばんは。最初アイドル、でもあよりちっちゃい方いるよ。喜んでいいよポンさん。デルファイさんありがとうございます。信州、いや私なんかがそんなね売れないです。需要なし。メンバーみんなで出したい。身長伸ばす運動してない、正直者でしょ。アンナの写真集全部ジャンプしていいかな。ザン寝てたって、おはよう。優しいねファンの方はね、マジで出会った人の中で一番優しいわファンの方が。正直者だよ私、だってストレッチしてないもん。なんでそんなに優しいの。3000人超えたよ、ありがとうございます。俺はそこまで。優しいね、ほらね、みんな優しいやん。レグルスさん、アイス5個ありがとうございます。優しいよ。だってさ、何があってもさ味方でおってくれるやん。優しいね本当にね、なんでそんなに優しいんだ本当に。あもうみんながいるから頑張れるよ。竹内さんアイスかなこれ、ありがとうございます。アバターはね決めたよ、どれにするか。でも決めたやつがちょっと変え、なんかちょっと変わって、ちょっとパワーアップして帰ってきます。
ワンラン初見ありがとう。アーリンさんありがとうございます。アバター、そうちょっと工事してもらってパワーアップして帰ってくるはずです。っていうか帰ってきました。いつアップされるかわかんない。なんだかみんな優しいっていう時限ってコメントしてない俺あるあるスパイダーメンさん。アバターでもどうなるかねわかんない。今日のついの写真なあ、前のね撮影のね時のやつ。緑風さやかさん、さすらいさん、ハートありがとうございます。そう気長に待っててください。なんでアバターできるの365日記念に作っていただきます。シルフィードさん、ハートありがとうございます。そう広島校の弱にの生徒さん、そう広島っていうところは多分伊藤さんがこだわってくださったとこなんじゃないかなって思います。伊藤さんはアバターにはなんないですねいいですね竹広さん。今日はスタッフさんって言わなかったね。言わなかったね。伊藤さんって普通に言ったね。そうなんか伊藤さんは偉い人、伊藤さんがいいって言ったら OK って感じ。いいな花ちゃん、花ちゃんいいな、ディズニーいいな髪ね染めないよ。来週ディズニー行くの？しーちゃんかな。行きたいけど、まあ今はそんなに行きたくないかもどっちやねんってね。いや別に行きたいけど今めっちゃ行きたい時期ではない。なんだろう、今どっちかといったら USJ に行きたい。 USJ？ んーなんか京都とか行きたい京都今はなんか嵐山とか。サクさん久しぶりです、ね、京都いいよね。なんか温泉とかなんか似合わないよね多分。京都の街とかマジで似合わないと思う、自分でも思う、ね、しかも今から秋だしね。ね鎌倉行きたいです。鎌倉だったら電車で行けるのかな、よくわかんないけど。そうちょっと大人、人力車お願いします。なんか旅館みたいなとこ行きたい。行けるのやっぱ鎌倉って。わかんない鎌倉何県？確かになんかポンさん人力車引いてそうどんなイメージって、ちょっと言ってみただけ神奈川県か。
えのうてん？何それ、鎌倉近いの？鎌倉調べよう。ふーんってこうやって行くんだ。江ノ島？ふーんって なんかそういうとこ行きたい。旅に出る、よくない？大阪コアク終えて、嵐山、大阪コアク終わって、そうするね。いろんなとこ、日本中のいろんなとこ行きたいですね。47の素敵な街へ、言いたいことがあるんだよ。ハワイ、でも今なんか今すごい京都行きたいんですよね。東北いいね。仙台とか行きたいね。あ、でも北海道行きたいかも。まあでもちょっと北海道遠いんだよな。旅したいですね。旅番組いいね。あー確かに、もう少し涼しくなる。でもねこの前調べたんよ、リサとディズニーのなんか混雑状況みたいな、めちゃめちゃ今少ないですよね。ね、ライブツアーでもあったりもね。ずんだシェイク美味しいよね。でも全然東京でも飲めますよ。あのよく飲む。東京駅にもあるし、あとどこだっけ、東京駅と渋谷にある。そうだから、ハロウィンディズニーが始まるまではそんなに人が多くないと。でも今日暑かったですよね、外ね。なんか混雑状況がすごい少なかった。今がチャンス、夏休みがね終わるしね。ツイッターにあんちゃんのちっちゃい時の動画が流れてきた。なんで急に秋の京都いいですよね。そうだよ、9月6日晴れますようにだよ。いのちさんありがとうございます。そう、ずんだシェイク美味しいよね。あ、でもそう、9月はあの修学旅行生が多い時期なんですよ確か。そうだ、ポンさん徒歩で来るの？八つ橋、京都って感じだね、八つ橋。で、まあ八つ橋好きだよ。生も好きだけど、生じゃない方も好きだよ。ね、ズルシェイク美味しい。台風オラ食べてくれるの？桃正午。糸コンさん、ありがとう。八百屋さんいらっしゃい。
あんも八つ橋好き。あんもね、焼きの方も好きだよ。でも八つ橋って多分好き嫌いね、分かれちゃうよね結構。東京駅の電光石火ね、行ってみて。ぜひ広島にでも来てくれる方はぜひ広島で食べてください。ぜひ。でも今八つ橋なんか中がいろんな味があって楽しいよね。楽しい、美味しいよね。広島なーって初見です、田村さん、ありがとうございます。そう、チョコ味ありますよね。もうだから普通にお餅の中にチョコが入ってるっていう感じでね。ケロちゃん嬉しい。諸橋は好きですうまい。広島行くならついでに観光したいってね、してほしい。みんなでおすすめのスポット紹介しますね。いつまで番長さん、くまさん、ありがとうございます。八つ橋、諸橋面白いね。みんな、ゆいなもありがとう、本当にありがとうね。嬉しい嬉しい。広島心配だから嬉しい。あずみガオ、名古屋太郎さん、諸橋さんも好きです。諸橋さん眠くなってきたの大輝。今日、お、ひょうさん今日イオン行ったの。秋高さんこんばんは。ポンさん、広島でまでイコラブタクシーか人力車のどちらか二択どちらもやべえな。ゴンドルタクシーの運転手さんも広島までって言われたらちょっとびっくりするよね。え、メープルさん、広島旅行したの？どこ行ったんだろう。ソサのエクステね、広島通過しないでさ、ちゃんと楽しんで。さしさしさん視力検査9月30日だよ広島。値段か日数初見です、コマンドさん。これね、パンダ首吊りしてるんじゃなくてちゃんと手なんだよこんち、小次郎さん、こんち、こんちです、ありがとうございます。そうね、牡蠣は冬だよね、どっちかというとね。ちょっと早いかな季節が。秋代高井さん、ありがとうございます。高木さんだった、ありがとうございます。首吊ってると思った大阪さんもそう、広島で絶対お好み焼きね食べて。山広さん嬉しい。みちゅがギター弾き語り、大集結してくれるの広島に。あんず、今も牡蠣食べれないんですよね牡蠣は冬美味しいよ食べれないんですよねって言った瞬間言う。パワーありがとう、セホリちゃんね。9月30日カープもしかしたら優勝決まってる可能性なくはないんだよね。だから今日マジック19になったのかな、違うか、何になったんだ。あ、19になってた、19だ。ツイッターフォローありがとうございます。あん
ナは牡蠣食べれない。ユイニャと一緒に行くよってキャロちゃん、マジで嬉しい、本当に嬉しい。今日はもうそろそろ終わるよ。そろそろ終わります。タケッチさん、アイスありがとうございます。そうだ、広島住んだらでも逆に関東のイベントの方があるからな。大谷ユニで行くわ。いつもありがとう。こちらこそありがとうございます。そろそろ終わりたいと思います。13位ルルルタンナさん、12位アズミン、11位タケチさん、10位大阪さん、9位イトコンさん、8位カゼナウさん、大丈夫ですか。7位ユカリン、6位テツさん、5位タケシさん、4位サシナユイさん、3位レグルスさん、2位フォーク卵さん、1位ノブさんです。ノブさん、ノブさんタワーありがとうございます。いつもいつもいつも本当に本当にノブさん、みんな知ってるノブさん。ありがとうございます。ありがとう。あら、せいちゃん。ありがとうございました。さしなゆいさん、シューマッハさん、みんなありがとうございます。ランダムは4人いきます。1人目、ヘッドメルさん、2人目、アイさん、3人目、シーさん、シーちゃんかな、4人目、ムーミンパパさんです。ありがとうございました。じゃあじゃんけんします。せーの、じゃんけんじゃんけんじゃんけん、はい、チョキです。今日も配信見てくださってありがとうございました。また明日、明日は定期公演なので夜配信します。定期来てくれる方お願いします。バイバイ、ありがとう、おやすみなさい、バイバイ。今日口めっちゃピンクですね。バイバイ、さようなら。